森田勝則は日本の小学者、学位は修士、流通企業研究所代表、静岡県立大学経営情報学部准教授、静岡県立大学学長補佐などを歴任した。1981年、慶応義塾大学法学部政治学科に入学し、政治学を治める。1985年に慶応義塾大学を卒業すると、明治聖火に入社した。 しかし、1992年に明治聖火を退社すると、翌年の春、母校である慶応義塾大学に戻り、大学院の経営管理研究科に入学し、経営学を収める。1995年に修士課程を修了し、修士号を取得した。同年、法政大学の大学院にて、社会科学研究科の経営学専攻に入学し、博士後期課程に在籍し、 研究を進めた。1997年、静岡県立大学に採用され、経営情報学部の講師に就任した。また、2000年には、静岡県立大学の大学院にて、経営情報学研究科の講師も兼任することとなった。2005年には、静岡県立大学の経営情報学部の助教授に承認し、同時に、 大学院の経営情報学研究科の助教授を兼任することとなった。さらに、静岡県立大学の学長補佐にも就任した。また、同年より、静岡総合研究機構の研究員も兼任した。2007年より、静岡県立大学の経営情報学部の経営情報学科にて、准教授を務め、また、大学院の経営情報学研究科にて、 経営情報学専攻の准教授も兼任。2011年、静岡県立大学を退職した。現在は流通企業研究所の代表を務める。研究分野は、主として、小学や経営学に関するものであり、経営史、流通史、マーケティング史などを専門とする。特に、明治生果での勤務歴を活かした、生果産業の経営史や、ビール産業の経営史、 およびマーケティング誌に取り組んでいる。成果産業の歴史については、森永製菓明治製菓江崎グリコ、藤火、ロッテの5社の経営行動を分析した、総派の経営戦略、成果産業史と題する研究所にまとめられている。また、大英伊東洋華堂セブンイレブンジャパンのロジスティクスを分析し、総派の流通イノベーション、大英伊東洋華堂 セブンイレブンジャパンの比較経営行動分析と題する研究書にまとめており、その業績が評価され日本流通学会から学会賞を授与された。同様に日本マーケティング史、生成、進展、変革の軌跡では経営行動科学学会から学会賞優秀事例賞を授与された。ありがとうございます。